この人は誰？おお。おお。僕はちょっとバイオハザード7の設定録をもう一回打ってみたいなと。青のエクソシストの方はまあホール実践お互いないので、そうですね、はい、おあれ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 あ直撃え？チャンスゾーンでした2回目。さあ行くぞ、ラストチャンス。あ、レアパワーか。まあレア役引けば突破なんでありがたい。あとはバレットが4つ。いやー弱いなー、レベル2 19分の1、まあ、55% オーバーとなってますけれども、さあレア役引いて決めたいですね。なんならここはでどちらもレア役引ければ突破なんで結構引きが重要ですね。あと6ゲームさあ頼むよ、あと3ゲームしかない。お願い。あーダメか。あー嘘。ラスト。マジで。かしこみかしこみ。この人は誰？おお！クリアしました。いやー焦ったよー。さあそれではいきます。セカンドバトル。トミさん。お願いします。いやもう決まりますこれは。決まる流れじゃん。簡単簡単。あーよかった。はい、ハザードラッシュ突入でございます。いや6でもやっぱりここに来るまでは安心できませんね。まあおそらく滞在モードが今のは通常 B、 その前が通常 C というところを見ればまあちょっと高設定っぽさは出てたのかなと思いますね。じゃあ行きます。まず特化ゾーンですね。シューティングアタックかエブリンインパクトかというところ。シューティング、シューティングアタック、まあここは設定差ないですからね。6だからゲーム数が少ないということもなさそう。そもそも初期ゲームで3桁もらえることってめったにないんで、もう70ぐらいあれば普通かなって思いますけど。おお、
むしろ初期ゲームはいいぞこれ。これでもう60ですもんね。70超えてきますね。あ、レアヤクだ、増殖チャンス。あー、いった。10からのおー、これですよね。音や今20でしょ。40、あー1回か。まあまあでもここでチャンスで引けたらでかい。100超えた。十分でしょう。設定6で初期ゲーム、101ゲーム、純増5枚ですからね。さあ行きましょうか。軽く1000枚ぐらいは出します。ではとにかく上乗せ性能に長けた台なので、100ゲームあれば何か起きるんですよ。何もなく駆け抜けるってことはまずないと思います。ああ、いいですね。やっぱり上乗せの後のバイオゾーン、あるいは外れからのワイルドファイヤーといったそのレア役からの直の手以外の楽しみが結構あるっていうのがいいじゃないですか、この AT。 さあまずはチャンス目からの上乗せになりそうですけど、バイオゾーンがあるかどうかですね。上乗せです。でここっすよ。はい、バイオゾーン。上乗せのためにこういうチャンスがあるってめちゃくちゃいいですよね。で3ゲーム間で増殖させれるかどうかです。ラスト、あー失敗失敗。トミーさんがあと1回ぐらいは AT 入れれそうですね。行きたいですね。はい、でその AT でまあ1000枚はさすがのトミーさんが無理と思うんで、まあ、500枚ぐらいは、まあ、超えたいですね。500枚ぐらい超えていただかないと、はい、これ見た人があ出ない台なんだって。ただあの転落とかの確率見てるとまあまあ絶望的やなっていう。どうです、体感的に平均400着ぐらいですかね。そうですね、500超えれるかどうかってとこですか。そうですよね、はい、その前後ですよね。安心感はありますけどね、やっぱこう設定の。ただこう結構下皿でもみもみすることになるんかなっていう感じは受けますね、ちょっと。そうですね、簡単に乗ってくれます。ハズレを引いてるんで、ここはワイルドファイヤーの今前兆中ですね。赤まで行ってますね、帯ね。でワイルドファイヤーが実は結構こう特化ゾーンとしてはありがたい。ゲーム数の減算が止まって、まあ、7ゲーム消化できて、でベルレイアイクで乗ってくれるんで、結構ここはやっぱ強いかなと思いますね、そのエブリンインパクト以外では。今パネルフラッシュもしたんで多分ワイルドファイヤー行くと思います。はい、これがまあまあ外れから来てくれるって嬉しくないですか。でまあ単純にもう7ゲーム間は上乗せしたようなもんじゃないですか、止まるんで。あとはもうベルの引きですよこれ。だから純増5枚でこの上乗せってめちゃめちゃいいですよね。ただこういう時にベルが引けないとちょっと歯がゆいんですよ。でも、あー、おー、いい。演出はやっぱしっかりしますよね。はい、めちゃめちゃしっかりしてますね。やっぱ初代をうまいこと踏襲するような。そうですね、あのバイオシリーズファンが好きな演出をちゃんと使ってるっていう、ちょっとしょぼい上乗せでした。青のエクソシスト、あれですね、400以内でほぼ当たるって言っても200ゲーム台でが多いですね。そうですね、ギリギリまでって感じはないですね。そうですね、早い。じゃあ
これはチャンスゾーンまではいけそうな。マシンガンチャンス。よし、赤まで行った。もう大丈夫でしょう。どれくらいですか今左の数字は。56です。あー、簡単じゃなさそうですね。そうですね。さすが六。あ、直撃だ。おお、2回目ですね。すごいっすね、やっぱり。やっぱりすごいですね。青のエクソシットの6は今だから4分の2で直撃ってことか。すごいですね、こんな直撃するんだ。だまあこう設定ほどこれを継続させるのはちょっと厳しいっていう。そうです、状態なんで。意外とこう設定はこう設定でしんどいな。そうですよね、楽しい時間がすごい短いっていう。まあ、レア子役も多分炎をほぼ抽選されないんで引いても薄いですね。そうですね。とりあえず10回まで行きました。あーもう10回の後、ダメだな。10回の後にすぐそれ持ってきますよね。はい。ワイ。これはね、六は勝てない。勝てないことはないでしょ。出すのが難しい。いやでも、お、黒ナビだ。今回は別にたくさん出します、勝ちますっていうものじゃなくて、青のエクソシットの6がどんなもんかっていうのと、でこっちのバイオハザード7も今設定6売ってるじゃないですか。でタイプが全然違うじゃないですか。で、そうですね、ハマるかもしれないけど AT 入れば枚数しっかり取れますよっていうのと、ハマんないけど AT 伸ばすと難しいよっていう、こう対照的な機種、同じ6でもこんだけ違うんですよっていうので、どっちが好みですかっていうものでいいと思うんですよ。もう一回引き戻そう。大丈夫ですよ、ゆっくり。僕の AT が終わらないんで。はい、いやいや、何ですかその笑い方。温かいうちに食べなさい。腹立つな、と絶対終わらせませんよ。いや、そうですね、もう千枚まで一気に行ってもらいたい。千枚は軽く行くと思います。素晴らしい。はい、はい、ジャクチェとかでも乗りますからね、結構。なんか楽しそうやな。あー、やっと来てくれた。まあまあ、この増殖リプレイ7を狙い来るんですけど、この AT 中141ゲーム回して1回しかまだ来てません。あーと1角。ああ、よかった。残り21ゲームとちょっと少なくなってきたところで増殖リプレイです。おー、いや弱ーい。10ゲーム。まあ今まで山沢さんでエンターライズさんが、そうですね、長いことバイオハザード扱ってこられたんで、はい、まあユニバーサル一発目ってことでかなりいいですよね、やっぱ。どういう感じかなっていうのみんな様子見た感じがありましたよね。かつ6号機だったんで、また一角だった。ちゃんといいところを残してくれてますもんね。本当にそうですね。続かんな。いやー、ここまでかな。ラスト1ゲーム、ラスト1ゲーム。おー、揃った。ラスト1から上手です。粘る、粘りますね。全部2つ目で終わっとる。これいきなり3分割から始まる時もあるんですけどね。
ちょっとこの2分割は最低です。まあ乗せれただけいっか、あそこでこれでラスト。エブリンインパクト、いけ。1085枚、これで終了になります。まあでも6でもしっかり1000枚超えれましたし、まあ6だから出ないっていうことはないっていうのはこれで分かったと思います。天国言いました。だからボードがこれで CB 天国ですよ。やっぱ違いますね、6はね。違いますね。まだ当たってないけど、あ、当たるでしょう。赤文字はめっちゃ強いですよ、バイオセブン。よし、おお、おお、待てよ、直撃。いや、ちょっとやっぱ前兆長かったんで、はい、まさかなって感じでしたけど。いや、すごいね、もう直撃の方が多いですね。最強のエクソシストになってやる。わあ、すごい。アイテムゼロでのクライマックスバトルです。本日3回目。あ、でも赤もらった。ああ、終了です。ありがとうございました。すいません、なんかズボンが破けてるんですけど。まさかそんなことないでしょう、この実践だけでっていう。普通に座って打ってただけなんですけど、はいはい、破けてますよね、後ろが。これぐらい破けてるんですよ、後ろが。なんで破けたの？ファンの方も多いんでね、ちょっとここはあんまり、はい、まさかズボンが破けてる。シークレットですけど。というわけで、はい、はい、まあ、はい、見せ場という面ではちょっと少ない実践だったと思うんですが、そうですね、まあ、それなりに設定6の挙動というのはちょっとお見せできたかなと、はい、まあ、特に青のエクソシストに関しては、まあ、やっぱりほとんど200ゲーム台あるいは100ゲーム以内で当たって で、直撃があの時間で3回でしょ。そうですね。で AT はやっぱ伸びないっていうところで、うん、あからさまでしたよね。なんで6じゃなかった方が良かったかもしれないっていうのはありますよね。そうですね、楽しむだけなら低設定で AT を見せるならばっていうところですよね。そうですね、6じゃない方が良かったっていうのもあるかもしれないですけど。確かに、ただ打ったことない機種だったので、うん、まず6の挙動がこんな感じかっていうのを見れたのは良かったかなと思います。そうですね、はい、でバイオハザード7に関しても、まあ、やっぱり高設定だけあってモード移行も良かったし、まあ、あと直撃こそなかったんですけど、やっぱりバレット獲得とか、うん、その辺はやっぱ怪しいなっていうのを感じることができたので、まあ、たかだか2時間ぐらいの遊戯でしたから ね、 そうですね、まだまだこれから打てばっていうところでしたし、はいはい、なのでやっぱり高設定は打ってる感触だけでもちょっとあ違うなっていうのは感じるのかなというのがちょっと分かってよかったかなと思います。そうですね、はい、はい、でなんかもう一つ気になることがある。え、どうしました？さっきから、はい、なんかまるで傍観者のようにあそこに立ってこっちを見られてる、俯瞰してますね。いらっしゃるんですけど、ちょっと感してますね、はい、いいですか、来ていただいて。池田店長、はい、あ、どうぞどうぞ、こっちに。あ、こっちですね、はい、はい、なんで黙って見てるんですか。いやいや、まあ仲悪いのかなと思って。普通同じ会社じゃないですか、はいはい、いつも大体別の学園ですから。あ、そうなんですか、はい、普通だってあったらね、あ、お疲れ様ですとか、はい、おーとかってなるじゃないですか、
普通に立ってたんで、二人。だからトミーさんが向こう向いた時に私はこう見てます。トミーさんこっち向いて、こっち見てますし、みたいな。なかなかこう閉店後とか定休日とか、はい、でまた、まあ、店長とエリアマネージャーということで、まあ、時間も忙しくて結構時間が合わないんで、ずっとこう同じメンツでやっていくというのは結構難しくなってきまして、ね、はい、で今後はですね、まあ、今後もって言った方がいいのかな、うん、トミーさんか池田店長かがこう交互にだったりとか、まあ、どっちか続けてとか、まあ、ランダムでそこは変更しながら、まあ、僕と一緒にまたしていただけたらと思いますので、はい、まあ、決してこうどっちがいいとか、はい、どっちが優れてるとかってないんで、はいはいはい、この番組は一応3人で、はい、まあ、動画を配信していくっていうことで、表向きは、いやいやいや、戦いますなんか、いやいや、これはみんなで楽しくやろう、くれぐれも仲良くですよ、喧嘩しない、何の無理ですか仲良くですよ、いや、ほら、ちょっとさっきいがみ合ってるみたいな空気ちょっと立てたんで、いやいやいや、実際はそんなことないです、見てる方がちょっと今ドキッとしたかもしれないです、ね、実際は、はい、本当に協力しながらグループ全体盛り上げようというところでやってますんでね、はいはいはい、というわけで今後はですね、まあ、池田店長かトミーさんどちらかがこう出演されてまた動画のやっていきますので、そうですね、はい、今後ともキコロチャンネルよろしくお願いします、はい、というわけで突然でしたけど池田店長どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます、また次回池田店長との、はい、まだよろしくお願いします、はい、収録になるのでまたよろしくお願いします、はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました。